わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれており、今回は漫画表現を通して次世代の新しいコミュニケーションに役立つ感情移入と共感に関する研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を開こう。ここは崇城大学芸術学部デザイン学科、村井健太郎先生の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。漫画でも、まあ、いわゆるキャラクター、マスコットキャラクターも含めてですが、擬人化されたものに対して受け手がいかに感情移入できて、で今は共感というテーマがすごく大きいので、まあ、そこに共感をしていって、そのキャラクターなり物語に、読者とかまた受け手の方たちがそこにどう、その物語に入っていけるかというところを研究をしています。漫画というのはストーリーがあって、そこにキャラクターがいて、まあ、いろんな背景があってとかっていうのがあるんですけども、主人公であったりそのサブキャラクターという脇役であったりしても、その中に一つ一つが、背景があって、そこに感情移入をしていくんですよね。で主役っていうのはずっと出てくるので、感情移入を割とすっきりした形をしてるんですけども、1回とか2回しか出てこないキャラクターっていうのは、一発でこのキャラクターが悪者なのかそれとも味方なのかとか、例えば恋愛相手なのかとかって分からなきゃいけないので、いわゆる見た目で情報をすごくたくさんつけるんですよね。だからそういうこう見る人の回数というか時間によっても、その表現方法とかそこにどう感情移入してもらうのかっていうところの変化が出てくる、まあ、そういうところをちょっと考えながらやっています。ふむふむ、具体的にはどんなことに取り組んでおるんじゃ。いかにその感情移入してもらったり、好きになってもらうかっていうところは、今マスコットキャラクター僕は仕事でいくつか作らせてもらってるんですけども、時代性というのとそれをこう長く使ってもらう時の、まあ、普遍性の部分の分量ですね、そこをすごく気にして、制作をしています。やっぱり今世の中に出ていくものっていうのは、やっぱりどうし今の雰囲気っていうのはどうしても織り込む必要がありますが、これを10年、15年、20年というふうに長く使ってもらうためには、普遍性の部分ですね、そういう部分を必ず置かなければいけないので、そのなんだろう、バランスをやっぱりすごく考えて作っています。アイデアの出し方とか、まあ、学生に指導していく上では下書きとか、いわゆる僕らがラフという言い方をしますけども、ラフスケッチとかラフデザインとかっていうものを、今はデジタルになってきたんで余計になんですけど、みんなすぐ捨てちゃうんですよね、消しちゃったりする、まあ、よく言うのは完璧な下書きを作っても意味がない、完璧なのは出来上がりじゃないといけないので、下書きに力を入れすぎるってことが どうしてもこう絵を描き始めの最初の頃はあるので、まあ、ラフ、自分の落書きですけどね、落書きをたくさんすることで絵を描く筋力というものがついてくるので、そこを大事にしてほしいなと思っています。村井先生の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。いわゆる感情移入と共感という部分に関しては、これから先あのメタバースと言われる仮想空間の世界が、おそらくこれから何年後かには、今みんながスマホで、SNS でやっているようなことを、今度はアバターを使ってアバターが住む世界でそのいろんな人とのコミュニケーションをやっていく、で自分のアバターをどういうふうに作るのかっていうのは、これ完全に別人格になってくるんですけども、そこは自分で作り出すキャラクターになってきて、自分をどう表現したいかっていうところがまたアバターに反映されていくと思うんですけども、その時にいかにその共感を得るのか、どういうふうにな、見た目とかルックス、ビジュアルであると、みんなに受けるようなキャラクターが作れるのかとか、コミュニケーションの取りやすいキャラクターってどういうのなんだろうとかっていうことに、今この僕が考えていることのがつながっていくんじゃないかなと思っていろいろ考えています。崇城大学芸術学部デザイン学科の活躍がますます楽しみじゃ。